当日にキャンセルするなんて許せません。俺は気がつくとそう言い放っていた。その場の空気が凍る。やっちまった。でも後悔している場合ではない。君、自分の立場を分かっていないようだな。そう言われたが、俺は余計なことは考えず、こいつに後悔させてやると誓ったのだ。俺の名前は友也。両親が経営していた旅館を継いでいる35歳だ。俺は高校を卒業してからずっとこの旅館で働いてきた。いずれは継ぐつもりだったのだが、それはある日突然やってきた。友也、来月からこの旅館を継いでくれ。と父が言う。予想だにしていない言葉に、俺は父の神経を疑った。隣に座っている母も同じ考えのようで、ニコニコしながら俺を見ている。俺が困惑していると、10歳年下の妹、純子が口を挟んだ。何が不満なの？旅館の経営者だよ。超かっこいいじゃん。なんなら私が継ごうか？その言葉に俺は固まった。こんなギャルで何も考えていない妹が継いだら、この旅館は即終わる。父は恐れるような目で妹を見た。母の笑顔も凍りついたので、両親も俺と同じ考えなのだろう。俺は立ち上がり、わかった、俺に任せてくれ。と胸を張ってしまった。まあ両親もサポートしてくれるし、なんとかなるだろう。と思った一ヶ月後。俺が旅館を継いだ途端、行ってきますと両親は家を後にした。確かにかなり前から俺が継いだら旅行に行きたいと言っていたのだが、なんと日本一周してくるという。青ざめる俺を置いて、しばらく帰らないからよろしく。とニコニコしながら旅立った。しばらくってどんだけだよ。純子は俺を見て、大丈夫、私が手伝うから。と言ってきたが、断る。と即答したのは言うまでもない。しかし有言実行で、純子はその日から本当に旅館で働き始めた。だがさすがに金髪、森メイクのギャルに接客させるわけにはいかない。ひとまず純子には裏方作業から始めてもらった。いいじゃん別に。と純子は怒ったが、この旅館にギャルはいらん。と黙らせる。翌日、俺が昼食の準備をしていると、お兄ちゃん？と騒がしい声が聞こえてくる。俺の背中にアタックしてきたのは純子だ。振り返ると、黒髪清楚メイクの純子が立っていた。どうした？俺は目玉が飛び出るかと思うほど驚く。純子はこの旅館で働くために朝から美容院に行き、髪を黒く染めてきたらしい。道理で朝から見かけないと思った。リアクションに困っていると純子は、これ、差し入れね。と言って弁当を差し出してくる。いい匂いだ。昼食はいつもまかないなのだが、たまには他の弁当も悪くない。どうしたんだこれ？と聞くと、美容院からの帰り道、すぐそこに出ていたキッチンカーで買ったらしい。めっちゃ美味しそうな匂いしてたから気になっちゃって。という純子の言葉通り、俺もその匂いでお腹が空いてきた。もう休憩なので、純子と一緒にその弁当を食べる。凝った材料は使っていないものの、和洋折衷の彩りの良い料理だ。見た目も味も抜群だ。小さい男の子が手伝っていたらしく、純子も初めて見たという。俺はそこでひらめいた。うちでも弁当を扱うのはどうだろう。旅館の味の仕出し弁当とか始めれば、知名度が上がって宿泊客も増えるかも。最近では客室が満席にならないので、俺は危機感を覚えていたのだ。何か新しいことを、と思ったが、純子には、今の人数でそれやるの？無理じゃない？
と言われてしまう。だが、俺はアイデアがすぐに却下されたことで、ますますやってやろうと思い始める。弁当を食べ終えると純子が、そういや、これ来週だよ。と、事務所のデスクに置いてあった懇親会のお知らせを持ってきた。面倒だな。思わず言うと、あたし行こうか?と純子が言ってきたので、速攻で断った。この懇親会は、この辺りの宿泊施設の経営者を中心に毎年行われている。懇親会の主催は、この辺りでは権力を持っている議員の息子。北村といって、50代の高級ホテルの経営者だ。こいつは嫌味な奴なのだが、歯向かうと議員の力も使って宿泊施設を潰されかねない。なので、懇親会も基本的に全ての施設が参加する。まあ、懇親会といっても、北村のホテルがいかにすごいか、という演説を聞くような場だ。翌日、昨日の弁当が気になって、昼間に純子から聞いた場所に行ってみた。すると、いくつかのキッチンカーが並んでいる。ここはオフィスビルが近いからキッチンカーも多い。その中で一台だけ、妙に古臭いキッチンカーが止まっていた。近づくと、昨日の弁当の匂いがする。そこへ、お客さんですか?と小さな男の子の声がした。男の子は目を輝かせながらメニューを差し出す。ここに違いない。俺は弁当を注文した。そこの店主はこの子の母親なのだろう。俺より少し年下だろうか。随分と着古した服ではあるが、笑顔の素敵な女性だ。そういえば、この男の子の服もサイズが小さい気がする。男の子は4歳くらいだと思うが、保育園には行っていないのだろうか。何か事情があるのかもしれない。もしかしたら、経営が苦しいのかな、と人ごとでない目で見てしまった。まあ、とにかく弁当の味が美味しければいい。俺はその日から何度かそこに通った。しかし数日後、俺が買いに行くとキッチンカーは見当たらない。旅館に戻り、従業員として働く純子にその話をすると、また来るんじゃない?ほら、そこ掃除しといてよ。と、なぜか掃除を押し付けられた。その夜、俺は懇親会に参加。いつもと同じで70人ほど集まっている。主催である北村の機嫌を取るためなのか、早めに来て北村に酒を継ぐ者もいた。そのせいか、北村はすでに酔っている。いつもと違うのは、お酒は出ているが、つまみぐらいしか料理が出ていないことだった。今日はホテルの厨房が忙しいのかもしれない。そう思いながら北村に挨拶をしに行くと、ああ、お前か。親から継いだ旅館の経営なんて楽でいいよな。俺は一代で築き上げたから大変で大変で。と言ってくる。いや、あんたは親に出資してもらって、親の権力で周りを黙らせているだけだろ?なんて、本当のことが言えたらどんなにいいか。俺は、そうですね、潰さないように頑張ります。と愛想笑いで答えた。北村は真っ赤な顔でニヤニヤと笑い、あんな旅館いつでも潰せるんだからな。と言う。周りにいた取り巻きたちも一緒になって笑った。腹は立ったが、反論しても無意味だ。俺は頭を下げ、すぐにその場を去った。しばらくすると、いつもうちの料理だと飽きるだろ?今日は弁当の手配をしたから楽しんでいってくれ。と北村が言い、弁当が運び込まれてくる。台車を押している女性に、小さな男の子がついてきたので驚いた。あのキッチンカーの親子だ。すると北村がその親子に近づく。お前誰だ?女性は戸惑いながら答えた。依頼された弁当屋です。北村は首をかしげてスタッフとこそこそ話し出した。
そして女性に向かって、なんだその貧乏臭い格好は、と言う。女性は、すみません、と言っているが、別に普通の服装にエプロンをしている、ごく普通の弁当屋スタイルだ。謝る女性に難癖をつける北村に腹が立つ。北村は親子を交互に見て、ボロボロの貧乏親子が作ったゴミは食えん、と言った。会場の視線が一気に親子に注がれた。キャンセルということですか？困ります。と懇願する女性。こんな貧乏臭い弁当が俺の口に合うと思うのか？と北村が言ったので、俺は思わずカッとなって叫んだ。北村さんが発注したんですよね。当日にキャンセルするなんて許せません。私たち宿泊施設の人間には嫌というほどわかるでしょ？と言うと周りからも、そうだそうだと声が上がる。しかし北村は周りを睨みつけ、私はこんなゴミを発注した覚えはない、と怒鳴る。次の瞬間、会場の扉が開き、別の弁当屋が入ってきた。台車を押して入ってきたのは、香水の匂いがプンプンする、宝石の入った指輪をしている若い女性だ。エプロンすらしていないが、本当に弁当屋なのか？北村がデレデレとしながら、待ってたよ、と言う。弁当と一緒に置いてある割り箸に店名が入っていた。確か最近駅前に開店した小さな弁当屋で北村が出資したと噂になっていたところだ。多分北村はこの女性の弁当屋に発注したかったのだろうが、何かの手違いであのキッチンカーの親子のところにも発注したんだろう。ダブルブッキングしてしまったものの、キッチンカーの親子にキャンセル料を払うのが嫌で、難癖をつけて追い出そうとしたのかもしれない。北村はあの親子に向かって、お前みたいな貧乏人が作った弁当なんて食えん。さっさと帰れ。と言った。俺はまた考えもせずに声を上げる。じゃあ全部ください。会場の視線が俺に注がれた。やっちまった。なぜこんなことを。案の定北村は、君、自分の立場を分かっていないようだな、と言ってきた。しかしここで引いたら男が廃る。俺は北村に向かって、今日はこれで失礼します、と言い、キッチンカーの女性が戸惑う中、台車を押して親子と一緒に外に出た。俺はそこで女性に名刺を渡す。男の子が俺の顔をじろじろと見て、この間のお客さんだ、と言った。女性はマナと名乗り、俺に終始頭を下げる。ありがとうございます。でも70人分のお弁当ですし、買い取っていただくわけには。と言われたが、俺は首を横に振り。たまには従業員に手土産を持たせてやりたいですし、何より俺この弁当のファンなんです、と言った。親子とは別れて旅館に戻り、弁当を車から下ろしていると。何それ？と純子の声が響く。俺が事情を説明すると、やるじゃん。と純子がニヤニヤしながら俺をつついてきた。まあ、北村さんは敵に回したけどな。俺はため息をつく。それって最近できた弁当屋でしょ？と純子に聞かれたのでうなずいた。純子は俺の肩を叩き、まあなんとかなるよ、と言って弁当を従業員に配り始める。従業員は驚いていたが、弁当の美味しさに家族に持って帰りたいという声が続出した。翌日、北村から電話がかかってくる。昨日はよくも恥をかかせてくれたな。このまま営業ができると思うなよ、と脅迫めいた内容だ。その日を境に、うちの旅館のインターネットの口コミが突如として悪くなった。北村の嫌がらせだろう。
うちに新規で来るお客様はほとんどがインターネット経由だ。これが嫌がらせと分かっていても、評価が下がってしまってはかなりの痛手を受ける。はあ？何これ？純子が口コミを見て激怒した。どう考えても北村さんの仕業だ。こうなったら徹底的にやってやる。俺がそう言うと、純子もうなずく。ひとまず頭を冷やそうと外に出た。すると、あのキッチンカーの親子が開店の準備をしていた。マナさん、こんにちは。俺が名前を呼ぶと、マナさんは顔を上げて笑う。智也さん、この間はありがとうございます。息子の直樹くんも顔を出し、俺に懐いてきた。それから俺は、直樹くんと会うと遊び相手をするようになり、マナさんとも交流を深めた。マナさんも旦那さんも二人とも身寄りがなく、旦那さんを事故で亡くしてからは、マナさんが一人で直樹くんを育てているという。キッチンカーは譲ってもらったもので、喫茶店で働いていたマナさんが、いつか自分の店を持ちたいと始めたものだそうだ。でもかなり貧乏で、直樹くんにもお金をかけてあげられないと悲しそうな顔をした。これは俺の仕出し弁当を始めるという名案を行動に移す時じゃなかろうか。そう思った俺は、マナさんをスカウトした。善は急げだ。その日の夜、マナさんに旅館に来てもらい、料理長に会わせる。突然の出来事に料理長も驚いていたが、この間のマナさんの弁当を食べて美味しかったので、弁当部門を任せられるかもしれないという。それと同時進行で、あの口コミの対策もしなくてはならない。俺は弁護士に相談し、書き込んだ人物の特定を急いだ。半月後、仕出し弁当の話もまとまり、必要な手続きも済んだので告知を開始。オフィスビルでもチラシを配ったところ、いくつかの依頼があり、順調にスタートした。すると、いきなり北村が旅館にやってきたのだ。弁当も始めたんだって？ずいぶん儲かってるみたいだが、俺に何か言うことはないのか？相変わらず偉そうな態度だ。俺はあの懇親会のことを北村に謝罪していない。間違ったことはしていないと思っているからだ。しかし、北村は反抗したことを根に持っているのだろう。そこへ純子もやってきたが、さすがに空気を読んで黙っている。俺は、北村さんに言うことですか？と言って考え込むふりをしてから口を開いた。ああ、うちへの嫌がらせの件ですね。そう言うと北村は慌てて言った。何を言っているんだ？俺は北村に迫る。インターネットの口コミ、あなたですよね。宿泊客のふりをしてうちの悪い評判を書き込んだ。俺は知らん。と北村は言うが、そんなのは予想通り。弁護士に相談して誰が書き込んだか特定しました。北村は青ざめる。口コミなんて暇人のやることだろ。俺はすぐに反論した。じゃあ北村さんって暇人なんですね。駅前の弁当屋に足しげく通っているのも暇だからですか。その言葉に純子が笑う。北村は、はあ？何のことだ？と言っているが、どこからどう見ても挙動不審だ。俺は強い口調で言った。口コミの件、今すぐ認めて謝罪し、すべての口コミを削除してください。もしできないというのなら、営業妨害で訴える準備はできていますよ。実際にはそこまでの準備はできていないが、このくらいのハッタリは言ってもいいだろう。高級ホテルの支配人が旅館への営業妨害で訴えられるなんて、ホテルの名前に傷がつきますよね。どうします？北村はしばらくしらを切ったが、じゃあ弁護士に連絡して進めてもらいますから。と俺がスマホを取り出すと慌てて止めた。待ってくれ。それはな、あれだ。部下がここに泊まりに来た時の話なんだよ。
俺が書き込んだが、俺の意思じゃない。またおかしなことを言い始めた。俺はため息をつきながら、では、その方のお名前と宿泊したおおよその日程を教えてもらえますか？複数回の口コミを投稿しているので、複数回ですよね。すべて教えてください。こちらで照合しますので。もしそれが嘘だと分かったら、いいですね。と詰め寄る。もう逃れられないと思ったのだろう。北村は観念したようだ。すまない、すまなかった。これでいいだろう。と逆切れを始める。その様子を見た純子が、うわあ、逆切れだって、ダサーい。と言うと、北村は純子を睨みつける。しかし純子は負けずに。そういえば、駅前のお弁当屋の子、今度結婚するらしいですよ。相手はどこかの議員だかなんだかだって。と言う。え？北村が青ざめた。俺は、あの弁当屋、北村さんが出資したって噂ですよね。もしかして自分が結婚しようとか思ってました？まあ、いいように使われたってことですよ。と言うと、純子も笑う。実はあの懇親会に来ていた弁当屋は、純子の同級生の知り合いで、純子が情報収集してくれたのだ。北村はがっくりと肩を落とし帰っていった。その後、北村が弁当屋に乗り込んだらしく、なんとストーカー容疑で警察に連れて行かれたそうだ。噂は広まり、誰かがホテルの口コミに書いたものだから、支配人がストーカーだという噂は全国区に。高級ホテルは今、閑古鳥が鳴いているようだ。北村の名誉も地に落ちた。自業自得だ。うちの旅館は弁当事業が大成功。マナさんの提案で子供用の弁当も発案し売り上げを伸ばしている。それから俺はマナさんと付き合い始めた。つい最近直樹くんから、僕のお父さんになってよ！とせがまれ、マナさんも笑ってうなずいてくれたのだ。今日はニヤニヤと笑う純子に送り出された。よし、一世一代のプロポーズ、頑張るぞ。